ルカじゃねえ。はい、じゃあ今日も始まりました、ルカチャンネル、俺なりに弾いてみたシリーズ、今回は何しようかなと思ったんですけど、まあこのギターを見ての通りパンテラなんですね。もうこれをちょっともうご了承してきますので、よろしくお願いします。いいですか？はい、 OK です。で、今回はですね、バルガーディスプレイオブパワーミーンドーン、はいですね、それのみんな大好きファピーホスタイルですね。言っていいんだ、結構です。いいんじゃないですか、別に。あ、ファッキンフォースタイル、ファッキンフォースタイルね、これの、B メロに行く手前のとこですね。ダラララウィーンっていう、そのウィーンっていうところを、まあ、また今回も顔も含めやっていきたいなと思ってます。ウィーンっていうところね、いいですか？大丈夫ですよ。ね、それを今日はやります。いいね。じゃあ一回聞いていただきましょう。どうぞ。これでヘアは大丈夫ですか？ヘアは大丈夫ですよ。大丈夫。ヘアとかもう変わんないじゃないですか。あ、そうっすか。ここ。はい、聞いていただきました通り、あそこのジャーナーラーラーの後のウィーですね。ウィーのところは、この6弦をこうウィーとスライドさせて、この5弦の12フレのところですね、ここをこうウィーっていって、ここにこうガッといっていただく。音出した方がいいですかね、これ。そうですね。ですね、ジャララララでウィーンのところですね。ウィーンのところはこうウィーンってやってもいいですし、ってやってもいいですし、こう引いちゃうタイプなんで、押し出すタイプと引いちゃうタイプといると思うんですけど、タケル君は どっちタイプですか？ないです。あ、ないですか。ポジション的にはジャララララで。ですね、この12フレートもウィーっていくのはこの6弦の方をずーっとやって、ここで来ました、これ一緒にこうやって、こうなるべくこうウィーってこうあんまこう離れないようにウーを残しながらの、このこういう感じで、なるべくここのビブラートはこう上に上げるというよりも下にこうウィーンウィーンってやってください。まあこれあのダイムだともしかして この可能性もあるんですね。だけどこの時はもう忙しいんで、ここ押さえないといけないんで、これついちゃった、ウィーンってやってください。みたいな。なるべく大げさに。何回言う。ウィーですね。これをやってください。じゃあ曲に合わせて弾いてみましょう。俺なりに弾いてみた。どうぞ。はい。今やった通り、じゃ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 のウィーってやっていただいて。ね、いいかなと思います。そんなところで今日もフカチャンネル終わります。終わります。あ、早くないこれ。フカチャンネル。